はい、時計は午後10時30分回りました。小室由里の夜サプリ、今週も30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けいたします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組はあなたの強みを発見する AK インフィニティ、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、恋愛スキル協会リコモ、占い癒しところ八雲庵、琉球食系提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。車で聞いているそこのあなた、夜道の運転くれぐれもお気をつけください。先週ドライブマイカーのお話をさせていただいたかと思うんですけれども、村上春樹先生、今更ですが読み始めました。今更かよ。いや、なんとなくね、遠回りをしてしまったというか、長編が多いじゃないですか、村上春樹先生って。なので、なんだろう、読み切れる自信がないというか、よっしゃ読むぞってこう腰を据えないと読めない感じがあったんですよね。で、まあ、知り合いとこうドライブマイカー見たんだなんて話をしたら、あれっていろんな話の短編小説の中からちょこ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 ドライブマイカーの中にエッセンスが投入されてるんだよみたいな話があったので、あ、それだったらなんか読めそうだなと思い、ドライブマイカーを含む短編小説集読み始めました。大人になってこう本を読む機会って改めて作っていかないと、なかなかその時間って取れないなと思うんですけれども、いろいろな方と話をすると、あ、自分もやっぱ読まなきゃダメだなって本当に思う、うん、大人の教養はどれだけの読書量をしたかに本当によるなと思います。発信者として本を読んでないっていうのは本当致命的だなって、47歳にして、あ、まだ47になってないけれども、今年なるけれどもねほぼほぼなってるのと同じだから、まあいいやと思ってるんですけど、47歳しっかりと本を読んでいきたいなと思っております。この本いいよっていうおすすめあったらぜひ教えてください。あと、なんだろうな、あ、わかった、あのね、私今自宅スタジオで収録してるんですけど、ビジネス系の本が多いんですよね。あの、セミナー講師になるための本とか、セールスマーケティングとか、そういうのが多いから、ちょっとハードル自分で上げちゃってたんだなって今思いました。もっと楽しんで読める本を取り入れつつ、そういうビジネス系の本も読めばいいだって、なんか自分で納得しました、すいません喋って納得すんなや。まあ、この番組聞いてくださってる方は、勝手に喋って、勝手に納得して、勝手に腹落ちするっていうのもお分かりいただいていると思いますので、どうぞお付き合いください。ということで、本日のコーナー紹介いきたいと思います。毎年5月はお世話になっているコーナーを担当してくださっている先生方のインタビュー月間になります。ということで、今週は第1週目のあなたの強み発見サプリを担当してくださっている押したり構造先生にゲスト出演お願いしました。改めてね、押したり先生のお話を聞いてみると、押したり先生のあれ、鑑定じゃないんですよね、プロファイリングなんですよね。なので、占いとか鑑定とかをされている先生方と明らかに違う伝え方をしている、ここちょっと聞いていただきたいなと思います。この後の前半コーナー、サプリのお客様ゲストは USB プロファイラーの押したり構造先生です。そして続いては、毎月1週目のコーナー、あなたの強み発見サプリ、押したり構造先生にお願いしております。プロファイリングする中に、この星とこの星があると、ちょっといろいろ問題があるよねっていう傾向が見える、そんな2つの星をご紹介いただけるそうです。そしてこのコーナーもありますよ。 DMM オンラインサロンが大人気です。
占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週はですね、あなたの新たな魅力編。さあ、どんな魅力が発見できるのか楽しみです。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談お待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様。今週のサプリなお客様、この先生来てくださいましたよ。 USP プロファイラー押したり構造先生です。押したり先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。いいえ、あの押したり先生、半年コーナー担当していただいてちょっと路線変更されましたよね。気づかれました？結構カッティングエッジの方向に行かれたなって思ったんですけど、何か心境の変化とかあったんですか？心境の変化は特にないんですけど、やっぱりそういう風な相談が多くなってきたっていうことで伝えた方がいいのかなっていう方面に変えてきたって感じですかね。あ、そうなんですね。最近どういったお悩みが多いんですか？やっぱりまず、自分が自分らしく生きれていないっていうところから入ってくるのと、うん、パートナーとの関係性で悩んでいる方、あとまあ子供との関係性で悩んでいる方、このあたりが多い。うんうん。そこから、うん、セクシュアリティな、がっつりとした、まあ夜サプリ的には非常にありがたいんですけれども、うんうん、ありがたいんですけれども、お、そっち行く、そういう悩みもぶっちゃけ多かったりするんです？セクシュアリティの悩みとか。最終的にはあの後半の3分の1はそういう話になりがち。どうやってそこに話がたどり着くんですか？たどり着くかっていうと、まあ、まず大体来る方の6割以上がダメンズホイホイなんですよ。ダメンズホイホイって何ですか？ダメンズを引き寄せる、ダメンズに尽くしてあげちゃう、やってあげちゃう系の女子。へー。で、じゃあ、そこ、うん、はいはい、そこからそのダメンズメーカーで止まる人は、うん、あ、こいつダメンズだなって言ってぶった切れるんだけど、うん、そこからまあハマってってしまうっていう方もいらっしゃるので、まあ、大体皆さんダメンズホイホイから始まってダメンズメーカーあたりで止まるぐらいの人が多いんですけど、で結局じゃあダメンズにどうハマっていくのかみたいな感じでセクシャリティな話になることも多いっていうことで、まあ、要は肉体の相性がいいっていう部分と、うん、フィーリングだけの相性がいいっていう部分と、まあ、いろいろあったりするので、うんうんうん、でその相性とか出してあげると、あ、体で離れられなくなったのねとか、そういうこともまあ見えてくるので。体で離れられなく、まあ私のところにその体で離れられなくなるご相談はやっぱり不倫関係の方が正直多いんですけど、うん、ま、あのお話ししていただける範囲でいいのであの割合的にどれぐらいの感じの方があ、こいつ婚外だなって思われたりします？まあ、ぶっちゃけ女性の方ってぶっちゃけるので、うん、それこそあの、今バツ1ですとかバツ2ですとかっていう方がいらっしゃって、で、まあ、子供もいますっていう状態で、でいろいろと子供のこととか相談されるんですけど、結局最後にもう一人見てもらっていいですかって言って出てくるのが大体不倫相手だったりすることが多いんですよ、向こう妻子持ちっていう。そうなんですね。そこでまあ相性を見てくださいっていうのがあって、肉体でハマってる人が多いっていうのがまあいろいろと見えてきたかなっていう、うん、うんうん、おしとり先生、プロファイリングを始めてどれぐらいになるんでしたっけ？やり始めたのは3年ですけど、本格的に見てるのはここ1年ぐらい。それでももう1000人以上は
述べで見ている。もともと人生の羅針盤というか取扱説明書を作りたい、うん、そういうものを鑑定してお渡ししたいというお気持ちで始められたのかなと思っていたんですけど、実際のところ鑑定された方がどのように鑑定の結果を使っているかっていうのはお分かりですか？やっぱり自分の中で漠然としてモヤモヤしたものっていうのがあって、モヤモヤがなくなったっていう評価が一番多いんですよ。はい、自分の中でなんかモヤモヤする、自分のことなのになんかモヤモヤするみたいな部分があって、それが綺麗になくなったから明日からすっきりして生きていけるみたいな感じに言っていただける方が多い。カウンセリングとプロファイリングってまた違うものだなと思うんですけど、星取先生の場合のプロファイリングは割とぶった切る系の答えをくださるって思ってていいんですか？統計学に基づいて答えを出すので、ぶった切るというよりも断定的な表現を使うことが多いので、そのあたりが皆さんすっきりされているじゃないかなと思うよとかっていう表現ではなく、あなたこうだよねっていうふうに言っちゃうので、はいはい、そのあたりがすっきりされている方が多い部分だと思います。こう占いとはまた違うじゃないですか、プロファイリングって、うん、具体的にどう違うっていうふうに考えておいたらいいんですか？そうですね、占いはその出てきたものをその占い師のフィーリングと、まあ、デリバリーで伝えていくっていう部分がベースになってくると思うんですけど、プロファイリングの場合は統計データを2つ以上、まあ、2つの全く違う統計データっていうのを組み合わせることで重なった部分を真実として見ていくっていう形なので、はい、憶測がないっていうのが多分違うところだと思うので、もう2つ以上の統計データを重ねると確実にここの部分は真実だなっていうのが見えてくるから、それをベースに話を進めていくっていう流れなので、ちょっと占いとは違うと思うし、占いをやってるという気が僕自身にない。はい、鑑定っていうんですか、プロファイリングと鑑定って違うんですかね？プロファイリングは統計データに基づく解析分析を言うので、鑑定とはちょっと違うのかもしれないです。じゃあプロファイリングをされる上で心がけていることってどんなことですか？持っているその特質っていうのかな、四柱推命で言うと星になるんだけど、いいも悪いもないっていう、あ、いいも悪いも両方持ってるっていうことで、うん、マイナスに使っている人は運が悪い、プラスに使っている人は運がいいっていう意味で、別にその持っているっていうことをまず自覚してもらって、プラスに使うのマイナスに使うのっていうことだけを教えてあげる感じなので、うんうん、表と裏、陰と陽のような感じですね。 その部分で、あなたはこれをマイナスに使ってしまっているからもったいないねっていう話で、プラスに使うとこういう特性なんだよっていうのをただ教えてあげてるだけ。うん、わかりました、ありがとうございます。さてこの後なんですけれども、毎月1週目は押谷先生のプロファイリングのコーナー担当していただいているんですが、はい、最後に聞いてくださっているリスナーさんに一言お願いしてもよろしいでしょうか？はい、私のやってるプロファイリングはまず自分を見つめ直すっていうことと、相手のこともきっちり見つめ直すっていう意味で、2つ以上のデータ、まあ、2人の人のデータがきっちりお互い分かっていることで、お互いの失敗をなくせるっていう未来を選択できるので、自分だけではなく相手のことも考える学問だと思ってます。そういう意味で聞いていただけるといいかなと思います。自分のことだけではなく相手のことも含めて考えていける、それがプロファイリングだと。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあこの後のコーナーも押谷先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで今月は続々と
先生方のインタビューを取っていきたいと思いますので、リスナーの皆さんも楽しみにしていてください。今週のサプリなお客様、 USB プロファイラー押谷幸三先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラー押したりがあなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは今週ゲストに来てくださいました USP プロファイラー押谷幸三先生です。押谷幸三先生の鑑定の中に、この星とこの星2つ持ってるとちょっとコミュニケーションに問題があるかも、なんていうものがあるそうですよ。心して聞いていきましょう。それでは押谷先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析で、あなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。USP とは、ユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。本日は、パートナーシップに関わる2つの特性のお話です。それが、高見え特性とアンチ束縛特性です。2つとも別々の特性ですが、パートナーシップを崩壊させやすい星ですね。まず高見え特性、これは一言で言うと見栄を張ること、人からどう見られているかを気にする特性です。 SNS が当たり前の世の中で、この特性はより顕著に出るようになりました。いわゆるリア充アピールです。彼とデート中、食事や風景の写真を撮ることに躍起になっていませんか？インスタ映えするスポットや要素を探していませんか？そして撮り方にこだわって何度も何度も撮り直ししていませんか？さらにそれをアップしていいねがどれだけつくか気にしていませんか？彼とのデート中、最高の食事とロケーション的な感じで投稿してませんか？この時彼はこう思っています。これ別に俺いなくてもよくね？ってね。そして地位やプライド系の高見えの場合は、俺の彼女なんだからこうしてくれとか、こう見られるからやめてくんないとか、部長の妻らしくしてくれとか言ってませんか？この時彼女はこう思います。これ私じゃなくてもよくないってね。この状況で相手がアンチ束縛特性を持っている場合、私という個人じゃなくてもいいんだとなり、浮気や離別、場合によっては DV に発展する可能性があります。アンチ束縛特性は、
固定概念に縛られる状況から離れる特性なので、渡してなければいけないという個人を尊重する視点が重要になります。パートナーは世界で唯一無二の存在ということを意識してあげましょう。ちなみに別れる時の捨て台詞は、だったらインスタと結婚すればあたりですかね。高見え特性とアンチ束縛特性のパートナー関係の方は要注意です。あくまで2つとも揃った場合の話です。どちらか片方だけなら大丈夫。相手が寛容な人、柔軟性のある人、一緒に楽しめる人であれば関係は壊れません。自分たちに何の特性があるのか気になる方は遠慮なく USP プロファイリングをご用命ください。本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーのお二人がお送りいたしました。それではまた。なるほどね。まあ、自分が持ってるかどうかっていうのは、これはプロファイリングしてもらわないとわからないところではあると思うんですけれども、例えばツイッターとかインスタグラムとかもその時の流行り廃りってあると思うんですよ。今は映えとか森とか、いかにパッと目で引いて一目で理解してもらえるような、そんなものが良しとされているんですけれども、この先5年10年したら、なんかこれダサくねって言って、もっともっと人のコミュニケーションの真髄に戻っていく。例えば今度は声のコミュニケーションだったり、文字のコミュニケーションだったりっていう風に戻っていく可能性もあるんじゃないかな、なんて聞いていて感じましたね。人のコミュニケーションの取り方はそれぞれですけれども、より良いコミュニケーションの取り方を考えていきたいと思います。おしたり先生、ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのが今よりももっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。テーマはあなたの新たな魅力、発見していきますよ。それではセクシーに参ります。お羊座、いつも優しいあなた、でも私はエスっ気たっぷりな言葉攻めにもゾクゾクするのよ。お牛座、週末はゴールデンウィークの最終日ね、じっくり私の体の隅々まで見ていてほしいわ。双子座、あなたの笑顔に癒されるの、エッチの時も笑顔がたまらなく好きよ。ガニ座、ゴールデンウィークは元は映画用語なのを知っていた？週末は映画のようなラブロマンスを過ごさせてね。ガニ座、恋にはノリと勢いが大切よ。新しい出会いが週末にあるんじゃないかしら。乙女座、私からの提案聞いてくれる？コミュニケーションはとっても大切なのよ。天秤座、おいしいお店をよく知っているのね。グルメなあなたにはいろいろ味わわせてほしいわ。サソリ座、粘り強くデートのお誘いをくれたあなた、その豆さに心が働いてしまったのよ。イテ座、週末はサービス精神旺盛になるわね。やりすぎてクタクタにならないように注意してね。
ヤギ座。一生懸命なあなたが好きよ。前から後まで気を抜かないでね。お願い。水亀座。完璧を目指してもミスしちゃうのが人間よね。そっちの方が私はキュンとしちゃってるのよ。魚座。一筋縄ではいかないあなた。縛り方の研究を一緒にしてみる？占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索してみてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。最近ね、メディアに出させていただく機会っていうのが本当に多くなったので、もう一回おさらいしたいと思います。毎週水曜日は22時30分から FM ギノワンさん、小室ゆりの夜サプリ。毎週木曜日は22時、こちらは FM 大和さん。これもね、もちろん今聞いてくださっている小室ゆりの夜サプリ。そして毎週金曜日です。全国発売かちょっとわからないんですけれども、関東圏は毎週金曜日、サンケイスポーツ生活サプリ、こちらコラム書かせていただいてます。もうかれこれ8年目に突入してますね。10年目目指していきたいと思います。毎週金曜日はサンケイスポーツ生活サプリコラム掲載中です。で、土曜日がね、朝と晩とね増えたんですよ。毎週土曜日朝7時からキス FM 神戸さん、 BNI 阪神南プレゼンツエキスパートボイス、10分間のビジネス系の番組ナビゲーターさせていただいてます。 BNI 阪神南に所属するメンバーさんをゲストにお迎えし、ビジネスのお話、夢のお話などを伺っていく、そんな10分間の番組。そして夜になると、まず YouTube 小室ゆりのネットでウィークエンダー、私小室ゆりが日本の政治上のニュースについてズバッと切らせていただいております。そしてここに同じ時間に、ここによって言ったね今ねここによって言ったね同じ時間にもう一つ、小室ゆりのセックスエデュケーションコミュニティ、オンラインサロンですね。真面目すぎず、硬すぎず、チャラけすぎず、大人の教養としての性の知識をお渡しする、そんなオンラインサロン、同じ時間、毎週土曜日22時に配信中です。ということでね、いろいろ毎週やらせていただいて本当にありがたいなと思います。これからも何卒ご声援のほどよろしくお願いします。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。人が天から心を授かっているのは人を愛するためである。フランスの詩人ボアローの名言です。その愛の形は人それぞれですが、最終的な着地点は、つまりは相手をすべて許してあげるということなのかもしれませんね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。